福岡のギャラリーのろぺこです。ハンドメイド作品をご紹介していきます。ストラップが1点と、大ぶりのピアス2点です。こちらのストラップは、先端にマガタマのタイガーアイが使ってあります。そしてシトリンオニキス水晶です。セットするときは、このようにカニカンを外していただくとセットしやすいです。こちらはモチーフの部分、ゴムで伸びるようになってます。大ぶりのデザインです。サザレン紙のカイアナイトとペリドット、そして練り琥珀。黒猫ちゃんが下がります。爽やかなお色の色合わせです。こちらは天然石のアパタイトのサザレとアマゾナイト、そして白猫ちゃんが下がります。手に持ってみますが、つけた時結構下がりがあるデザインです。